全国部落調査の裁判、いよいよね、最高裁へと舞台が移ろうとしてるんですけども、昨日ね、夜に X のスペースで説明したんだけども、録音してなかったし、あと X のユーザー層とね、この YouTube の視聴者層っていうのは違うんですよね。だから、改めてね、YouTube でもね、この全国部落調査の裁判、今どうなってるか。あと、まあ、こちら側はね、一応、上告理由書、あと上告受理申し立て理由書っていうのを書面出して、まあ、その内容っていうのは実は X に載せてるんですね。下にの概要欄にアドレス貼っとくので、そっちをぜひ見ていただければと思います。で、それで、皆さんね、学校で日本は三審制、裁判は地裁、高裁、最高裁っていう風にね、三審制だっていう風に習ったと思うんですけども、ただそれ正確じゃなくてね、実際裁判所で審理される場合っていうのはね、最高裁までなんです、基本的に。で、もう、まあ、特別な場合に最高裁で審理されるっていうことなんですね。だから、裁判の審理ってね、審理されるっていうことが保証されてるのはね、高裁までなんで、実質的にはね、日本ってね、二審制です。ただ、その、例外的に、もう本当に例外的って言った方がいいですね。例外的に、何か ある条件で最高裁で審理がされるっていうことですね。それ以外はもう最高裁に上告したって、ほとんど門前払いです。で、今どういう感じになってるかっていうとですね、まず上告っていうのをするんですね。で、同時に上告受理申し立てっていうのをやります。まあ、上告っていうのは まさに上告なんだけども、上告受理申し立てっていうのは何かっていうと、まあ、お願いだから、上告してくださいっていうような、まあ、そういう感じのニュアンスですね。で、民事訴訟法で最高裁がね、上告を受理して、審理をするっていう場合っていうのはね、限られてまして、民事訴訟法312条第1項、判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることって、そういう時だけ、まあ、上告で審理されるんですね。あとは、民事訴訟法312条の第2項、これはですね、まあ、裁判の手続き、例えば本来ね、裁判の弁論は公開なんだけども、公開しなかったとかね、まあちょっと裁判所の構成がおかしかったとか、管轄外とか、そういう場合にも受け付けて、あとは、判決の理由に不備があったり、食い違いがある場合ですね。で、裁判所のね、構成の、が間違ってるとか、あとは、まあ、その裁判手続きにミスがあるとか、まあ、そういうことって、ま、あんまりないんで、実質的にはね、この憲法違反とかですね。あとは、その判決の理由の食い違いとか、理由不備っていうことで争うっていうのが大体の場合なんだけども、まあ、でもね、9割ぐらいはね、門前払いされるそうなんですよ。で、あと、上告受理申し立てっていうのができて、こっちはね、まあ、お願いだから上告の受理を受け付けてくださいっていう場合なんだけども、一応ですね、これも民事訴訟法でですね、民事訴訟法、何条でしたっけね、318条、民事訴訟法で、法令の違反ですよね。あと、法律についての、まあ、その、法令に関するその解釈の重要な事項がある場合、あるいは、判例違反がある場合、っていう時に、最高裁が、上告の受理をすることができるってことなんですね。だから、まあ、仮にね、法律上重要な争点があったとしてもですね、最高裁がそれを無視するっていうことも、まあ、可能なんですよね。うん。ということで、まあ、実際のところはほとんど最高裁で審理されることはないんで、で、よく報道なんか見ててね、最高裁で弁論が開かれたって言ったらちょっとニュースになるんだけども、それはどういうことかっていうと、最高裁ってね、基本その、高裁の判決を変えない場合は弁論開かないんですよね。最高裁は法律審って言ってね、法律の中身でだけ審査するんです。もう事実関係はもう高裁までの間で確定して、であとはそれを法律上どう解釈するかっていうのを、最高裁が、考えるんですね。で、最高裁が弁論を開いて、まあ双方から意見を聞くっていう時は、まあこれはほとんどっていうか、まあほぼすべてですね、高裁の判決を変更する場合なんです。まあ、ごくごく稀にですね、まあ、これは重要なことだからっていうことで、なんかちょっとね、最高裁が物申したいがために上告審を行うってこともあるんだけども、そういうことは本当に例外中の例外で、その最高裁がもう高裁の判決のままで行くってことになったら、もうこれは、
もう門前払いですね。見下り決定って言ってですね、本当短い文章で、もう上告の受理受けてないって言って、それで終わっちゃうんですね。まあ、今回はどういうことになるかっていうことなんだけども、まあ、憲法上の、まあ、憲法違反だとか、まあ、憲法の解釈の誤りっていうものがあった場合は、まあ、最高裁は、一応法律上の建前は必ず、審理を行うっていうことになってるんですね。で、それで、でね、上告をするとですね、まあ私の場合はですね、7月14日に最高裁から上告、定期通知書っていうのが届きました。まあ上告を、まあとりあえずは受け付けましたっていうことですね、書類を。で、その後、上告の理由書を出してください。これを、50日以内に出す。まあ50日なんで9月何日かぐらいまでいけるんだけども、まあ念のためね、もう8月末には出しとこうと思います。私も忙しいんでね、いつまでも伸ばしてると私もしんどいんで、8月末には出しとこうと思うんですよ。というか明日ですよね。それで、じゃあ、このね、まあ、ここからが本題なんだけども、じゃあ、高裁の判決にどういう問題点があるのかというのを、まあ、全部ね、見ていったわけです。それで、一応、原判決どういうものだったか、高裁の判決どういうものだったか、とにかくな、この全国部落調査に関することについてですね、どういう内容だったのかっていうことなんだけども、まあ、全国部落調査、出版禁止にされたんですよ。ただ全体じゃなくて部分的にですね、一部の都府県が出版禁止にされたっていう状態になってるんです。で、その理由についてですね、これ実は高裁の判決をですね、チャット GPT でこれ要約してみたんですよ。読み上げますね。ブラック差別は日本の封建社会の身分差別に端を発する問題である。この差別により特定の地域の出身者は経済的、社会的、文化的に不利益な扱いを受けてきた。このような差別は人の尊厳を侵害するものであり、許容されるものではない。明治時代には制度上の身分差別は廃止されたが、ブラック出身であることを理由にした偏見や差別意識は今も残っている。インターネットの普及とともに部落差別の事案は増加している。部落出身の事実やそれを推知させる情報の公表は部落の人々の平穏な生活を侵害することがあるため問題となっている。憲法は国民の平等と尊重を保障している。人の尊厳を守り、不当な差別からの平穏な生活の権利も保障されている。部落差別はこれらの権利を侵害するものであるため、法的な救済が必要である。部落出身の事実や関連情報の公表が平穏な生活を侵害する場合、公表の禁止や情報の削除、損害賠償などの法的救済を求めることができると。法的救済の対象となるのは、部落出身であることを理由とした不当な扱いやその恐れがある人々である。これには現在部落に居住にする人、過去に居住していた人が居住していた人、親族が部落出身である人も含まれる。これがね、チャット GPT によるね、原判決の要約なんですよ。で、私これを見てね、ちょっと驚いたのがですね、これ部落出身っていうふうにね、明示してるんですよね。で、高裁の判決をね、ちょっと読んでみるとですね、部落出身という言葉は使ってないんですよね。高裁の判決がどういうね、書き方をしてるかっていうとですね、本県地域の出身ですか。本県地域の出身っていう書き方をしてるんですよ。まあ、これもなんかちょっと変な、言い方なんですね。本県地域の出身。まあ、本県地域っていうのは、これは全国部落調査っていうことです。まあ、そこの出身と、まあ、住所があったり、本籍地があったり、まあ、過去の住所、本籍地があったりっていうのを、まあ、そういうことなんだけども、チャット GPT はね、そこをね、もう部落出身っていうふうにね、言い換えてるんですよね。で、原判決読んでみるとですね、まあ、その部落出身ということは明示してなくて、で、法務省なんかが言ってるですね、その、同和地区であるかどうかに関わらずとかね、まあ、そういう感じの書き方がしてあるんですよ。まあ、高裁としてはね、いや、これは別にそこが同和地区だって認めたわけじゃない。そこに住んでる人が、差別されるね、身分だと認めたわけじゃない。まあ、そういう建前で書いてると思うんだけども、
ただこれチャット GPT に放り込んだらね、部落出身っていう風に完全に言い換えられちゃいましたよ、勝手に。本県地域の出身っていうところが。だから、高裁はこうやってね、回りくどい書き方してもですね、まあ、その普通の感覚で見たらこれ部落出身っていう風にね、この、原告の解放同盟の関係者を部落出身っていう風に裁判所が認めたっていう風に読めるんですよね。まあ普通そう読めると思います。僕もそう思います。で、毎日新聞なんかで報道してたけども、解放同盟は、差別されない権利を認めたっていう言い方をしてましたよね。で、この高裁判決にはですね、差別されない権利ってとは明示してないんですよね。人格的な利益の侵害っていうのようなね、そういう書き方をしてるんです。まあ、キーワードは人格的な利益ですね。それが差別されない権利だっていうことなんだけども、僕はね、これはね、解放同盟の解釈正しいと思います。普通に読んだらそういうことです。で、じゃあその差別されない権利って具体的に何かっていうと、いわゆるそのね、部落出身者がですね、一般民に対して、なんか差別されないように保障する。まあ、権利っていうからには、誰の誰に対する権利なんだっていうことをね、明らかにしないといけないんだけども、このあたり、高裁はちょっとぼやかしているところがあるんだけども、これは、部落出身者が、部落出身者が、一般民に対して持つ権利みたいな、まあそういう意味合いになるわけです。だから、高裁の判決っていうのは、これは正直、部落出身っていう身分を認定したものだと思います。はい。まあ僕もざーっと読んでみたら、やっぱりそういうふうに読めるし、まあ、あれこれね、言葉尻を捉えられないように、なんか高裁はね、強制てるような節があるけども、でもチャット GPT に食わせたらね、もう、部落出身っていうふうにもう言い換えられてしまうんです、スラッと。で、まあ、普通にそう読めるっていうことなんですよね、これは。本県地域の出身っていうのは。だから、高裁としては、この、全国部落調査っていうのは、ね、事実であれ、事実か否かとか、まあそういう問題じゃなくて、もうこれは部落の出身っていうふうに思ってるわけですよ、高裁は。で、そして、そこの出身っていうのは、つまり部落出身っていうことなんだっていうふうに思ってる。で、解放同盟側もそう解釈してるっていうことです。はい。だから、原判決を素直に読めば、これはそういうことです。で、それで、じゃあ、僕はそれに対してどういうふうにね、反論するのかっていうところなんだけども、最高裁に対しては、これはもう憲法違反ということで争うんですね。まず民事訴訟法312条1項、憲法の解釈の誤り及び憲法違反があるっていうことで、まず争うんだけども、で、僕はここで、憲法13条14条の解釈の誤りって言ってるんですね。法律に詳しい方、まあ法律家を目指している方とか、まあ弁護士の方とかわかると思うんだけども、憲法13条っていうのは、まあこれはつまりは、幸福追求権ですね。幸福追求権ですね。憲法13条。で、プライバシー権なんかもね、この幸福追求権、憲法13条から派生してるんです。で、憲法14条1項、これ、平等権ですね。まあ、まあ、これはある意味差別されない権利というか、差別を禁止してるのが憲法14条、第1項なんですよね。で、そこでですね、じゃあ憲法の解釈に関すること、解釈違反っていうふうに私はね、捉えてるのはですね、昭和48年12月12日最高裁大法廷判決というものがありまして、これは大変有名な事件で、いわゆる三菱樹脂事件ですね。三菱樹脂がね、なんか学生運動をした人を、なんかまあ就職から排除したんですね。それの是非が争われて、最終的に三菱樹脂が勝って、その理屈っていうのはね、三菱樹脂っていうのはあくまで私企業なんで、まあ私企業と個人の間でその憲法のね、人権規定、平等権とかそういうものは、直接的には適用されませんよっていうことなんです。まあ要は憲法14条なんかのね、平等権っていうのは、まあ例えばその国とか地方自治体が、まあこの職員として公務員をまあ、採用する場合に、その時に差別しちゃいけないんだけども、でも民間企業に関しては、それは自由なんじゃないかという、まあそういった考え方ね、なんですね。
で、だから、その、まあ、よほどのことがない限り、まあ、これ、ね、最高裁の判決でも、まあ、絶対にその、憲法の規定を、まあ、個人や私人に、適用しちゃいけないとは言ってないんだけども、ただ基本的には、まあ、適用しないもの。まあ、よほどの理由がなければ、適用しないっていうことが、その、この、判例なんですよね。で、それで、まあ、じゃあ今回の判決どうかっていうとですね、まあ、プライバシー権っていうのはね、ある意味、まあ、判例として確立しているところがあるんだけども、地裁はね、プライバシー権ということを、理由に、この全国部落調査を一部出版禁止にしたんです。で、その論理っていうのが、その、まあ、要はその部落の情報っていうのは、その部落に住んでる人だとか、本籍を置く人のプライバシーだっていう考え方なんですよね。で、だけど、まあ僕はそれに対して当然反論するわけです。いや、プライバシーって言ったら、例えば、まあ昔の判例なんかだと、なんかその、暴露小説みたいなのを、書いたと。で、それで、その、私生活をね、暴かれたから、それがプライバシー侵害だっていうのが、まあ、かつてのプライバシー侵害の、判例なんだけども、例えば小説で個人を暴露するっていうんだったら、じゃあ、その、暴露された人って誰なんだっていうことをはっきりしてるじゃないですか。だけど、この部落の地名に関してははっきりしないわけですよ。そこに現に住んでる人って、本籍を持つ人。まあ、それだったらある程度限られるのかもしれないんだけども、例えば過去に住んでいた人とか、あるいは居住移転の自由があるんだから、これから入る人もいるんですよ。で、交際に関してはですね、これ、なんか親戚の住所や本籍がそこにある場合っていうのもなんか入れてるんですよね。親戚というか、まあ、血族ですね。そうした場合に、まあ、いよいよそのプライバシーっていう理屈じゃ、これ、無理筋なんですよ、完全に。それは高裁も認めてるんです。この地裁と同じように、もうプライバシーの論理で判決を出すっていうことは、これもう無理だなっていうことで、人格的な利益っていうものを持ち出したんだけども、この人格的な利益っていうのはね、もうほんと今回の裁判で初めて出されたものです。過去の判例にないです。だからこれある意味すごい画期的っていうのかな？画期的とは言えるんですよ。それは今までなかった権利っていうのを、まあ裁判所が作り出して、その、ここにこう出してきたわけです。で、これってね、まあ、その、一応は、民法の、民法719条になるのかな？一応民法の、まあ、その、不法行為に対する、まあ、損害賠償の請求権っていうのを、まあ、基本にはしてるんだけども、まあ、ほぼこれってね、憲法の直接適用に近い状態なんですよね。で、それで、なおかつね、その、まあ、これがですよ。例えば、その、巨大な政党とか巨大な企業があって、で、僕、個人に対してね、不当な扱いをされたから、じゃあ僕はその、不当な扱いから守るためにその企業を訴えるっていうんだったら、まあ、ある意味救済する必要っていうのは、まあ、あるかもしれないけども、今回僕、ただの個人ですからね。ただの個人に対して解放同盟というね、その政治団体、全国的な政治団体が、まあ1万人ぐらい、一応交渉いるってことになってる政治団体が200人ぐらいでこの個人に対して集団訴訟をかけて、それで、その憲法を直接適用すると個人に。これって、まあまあ、昔の判例だとありえないことなんですよ。だって三菱樹脂のね、三菱樹脂事件でさえ、あれ、個人が三菱樹脂を訴えたわけだ。ですからね。で、その三菱樹脂というね、巨大企業の権力から個人を救済するためでさえ、そのね、憲法は直接適用できないって言ったんですよ。だけど、今回全く逆ですからね。個人が巨大組織に訴えられてるんです。その時に、この憲法の直接適用っていうのをやってるっていうのは今回の判決なんで、これおかしいんじゃないですかっていうことなんです。これはさすがに、これはもうさすがにもう判例違反でしょっていうことで、そういうふうに私は言ってるんですね。それで、で、これが一応憲法13条、まあ、憲法の解釈に関する重要な事項というか、なんていうのかな、判例違反ということになるんですかね。判例違反だったらこれ上告受理申し立てですからね。これは、あくまで、なんていうのかな、
憲法の解釈の誤りっていうことですね。まあ、それが一つですね。まあ、あとこの人格的な利益っていうのは非常に曖昧な概念なので、まあ、どこまで広がるのかっていうのはわからないですよね。ね。で、あと、憲法13条14条違反。まあ、僕としては、まあ、この判決っていうのはね、差別されない権利だって言って、それで、あくまでこの判決自体がね、その憲法13条14条を守るためにされたものっていうふうに、まあ、という名目なんだけど、僕は逆だと思ってるんですね。これ自体が、もう差別だっていうふうに思ってるわけです。というのも、その、先ほどのね、人格的な利益っていうものについて、そういうものを裁判所が作り出した理由について、まあまあチャット GP なんか読ませて検討してみるとですね、結局はこれ裁判所が被差別身分っていうものを認めてるわけです。被差別身分に相当すると思われる人々による一般民に対する権利なんですよ、この人格的な利益っていうのが。で、これってあれじゃないですかね、身分制度そのものじゃないですかと。で、一審の時はですよ、まあ、これはあくまで、そこに住んでるか、そこに本籍があるかっていうのを機械的にね、照合しただけなんだ。あくまでそこに住んでるかどうかっていう問題で、身分ではないっていうような言い方をしてたんですよね。あんま仮処分の時とか地裁の時は。ところが、この高裁の判決の場合は、いよいよもう、もう遅延決然で広げてるんですよ。過去に住んでた人だとか、あるいはその、配偶者だとか、子供だとか、親族にまで広げてるんですよ。もう一族連座みたいなことをやってるんですね。これはさすがに、これは身分制としか言えないでしょう、これは。これはさすがに身分制というふうに言わないと、これは説明できないんじゃないんですかっていうことなんですね。だからこれ自体がもう結婚差別だとか、そういうものを正当化しかねないんで、これはさすがに、これ自体が憲法13条、まあ、14条違反になってるんじゃないかということが、まあ、私の考えなんですよね。で、事実実験公正証書っていうのも出されてるんだけども、あれが、この判決のね、ベースになってるのが、じゃあ原告解放同盟関係者が本籍がどこで、住所がどこで、過去の住所、過去の本籍がどう、あるいは、親族、配偶者の本籍地が部落にあるかどうか、そういう話が入ってるのが、事実実験公正証書なんです。これ、公証役場が作ったものですね。それを、解放同盟が出してきて、で、それに関して、それをベースに裁判所が判断してるんです。で、僕はこの実験公正証書、これは違法なものだっていうふうに言ったんだけども、まあ、ほとんど認別状みたいなものなんで、まあ、そうでないっていうふうに裁判所は言ってるんだけども、でも、事実実験公正証書にはですね、これ、被差別部落出身者っていう言葉ががっちり入ってるんですよ。がっつり。だって単にその住所、氏名、住所、あとまあ親戚関係、そういうのを照合するだけなら、差別部落の出身者なんてことを書かなくていいしね。この事実事件公正証書に。で、まあ、あとはその親族に関して調べるっていうのもね、まあちょっとおかしな話なんですよね。で、これに関して僕は上告受理申し立て書の方でもうちょっとね、一歩進んだ、反論をしてまして、まあ、これは不必要な事実の判断をしている。うん。まあ、プライバシー権侵害っていう枠組みだったら、これに関してはですね、例えば、親族の親族の関係だのね、あるいは、なんていうのかな。まあ、その人の住所を知る。というかですね、全国部落調査には、あれ、解放同盟関係者の住所だの、本籍地だのっていうの全く書いてないんですよ。だいたい80年以上前の資料ですから。で、そこにわざわざとですね、なんか、公正証書だとか、そういうものを出してきて、まあ、ここに住んでる、ここに住んでるんだとか、そうやってね、住所を出してきたわけです。私も知りもしないし、別に調べろって言ったわけじゃないのに、そういうことをわざわざ出してきてですね。で、このことについては、これはもう、このこと自体がブラック差別を作り出してるんじゃないかっていうことなんですよね。で、まあ、これに関して、まあ、僕はね、上告受理申し立て書の方で説明しているのは、これまるでね、この本件地域情報、全国部落調査が、
調査が、これ、公害原因物質みたいじゃないか。まあ、例えばもう、鉱毒とかね、大気汚染物質とかね、あるいはなんか、有機水銀だとか、そういうものと同じような扱いじゃないか。あるいはまあ、放射性物質とかね。で、まあ、本当は公害裁判と同じような感じなんですよ。その全国部落調査っていうものを公表するっていうのが、もう全国の部落に、なんか毒ガスだの、なんか水銀だの、あと放射性物質だの、ばらまいたっていうのと同じような扱いになってるんですよ、これは。で、それで、まあ、例えば過去にね、原爆症だとかね、広島原爆と長崎の原爆、まあ、あれの被爆者の認定だとか、あと水俣病、あとね、金見油症って皆さんご存知です。たまに話題になるんだけども、PCB っていうね、まあ今は使用が禁止されてる物質があるんだけども、まあそれを熱媒体に使って油を熱してて、その PCB がね、食用油の中に入っちゃって、それを売ったんですよね。金見倉庫っていう会社は今でも残ってるけども。で、それを、まあその油を口にした人が、まあ、病気になったっていうのは、まあ、金見油症、油症なんですよね。で、こういうね、裁判が過去あって、問題になってるのは、やっぱ因果関係なんですよ。例えば、じゃあ、まあ、金見倉庫の油を使って、それで、まあ、いろいろ症状が出てますっていうだけでは、なかなか認定されないんですよね。例えば、体内の、PCB 濃度っていうのを測って、あ、これは確かにこの PCB が原因だっていうぐらいのことを、ちゃんと科学的に立証されないと、なかなかその患者っていうのは認定されないわけです。原爆症とかね、水俣病っていうのもやっぱりね、そういう感じでね、結構厳密に認定されてるっていう方があるんですね。だから、なかなか救済されない人がいるっていうふうに問題になってるんだけども、じゃあ、片やこの全国部落調査についてはどうかっていうと、まあこれ、僕も反論してます。この、高裁の判決で地裁の判決もそうだし、で、裁判のね、記録、これすごい量あるんですよ。もう1万枚は確実に超えてますね。もっとそれぐらいあるかも、その2倍か3倍ぐらいあるかもしれない。とにかくすごい量なんですよ、裁判の、今回のね、資料が。それを全部最初から最後まで見ても、実際に全国部落調査で、被害を受けた人がいるっていう事例って、全くないです。ナッシングです。全く持ってないです。はい。だから、まあ、もう、公害裁判よりもいい加減な裁判やってるんですね。今回の件に関しては。で、それで、まあ、実際のその被害の事例っていうものがないもんだから、じゃあ、裁判所がじゃあ何て言ってるかっていうと、部落にね、関係してる人が不安感や怯えを、覚えるっていうことが、その被害だと。まあ、それに対する慰謝料だみたいな論理になってるんですよ、原判決がね。だけど、これってまず、公害裁判じゃこんな理屈絶対通らないですからね。不安感とか怯えとかそんなものでね、慰謝料取れるんだったら、じゃあ、東電の何だっけ、あれ、まあ、東京電力の放射性物質の被害者についても、じゃあ具体的にそれで被害を受けたっていうことはなくても、不安感や怯えの感情を、感じだからっていうことでも、受けられるところになっちゃいますよ。原爆症とかね、水俣病とかでも、そういう科学的な立証なんかしないで、いや、なんか不安感や怯えを覚えたからっていうことで、そんなことで賠償対象にはならないですよね。だけど今回のことはそういうことになるし、で、しかもですね、親族まで対象が広げられてるんですよ。こんなん公害病でもこんなん、公害病なんかの裁判でもこんなん絶対ないですからね。まあ、金見油症とかね、親族でもね、適用される例があるんですよ。それってあれですよ。例えば子供だった場合は、まあ、胎盤を通して、PCB の、まあ、毒物が、まあ、継承されて、まあ、それが実際に濃度を測ってみて、それで立証されたっていう場合に関しては、適用されるんだけども、ただ単に親戚だからっていうことで適用されたりしないし、なおかつ、これって結婚相手まで適用してますからね、これ、原判決が。で、だから、こういうことするっていうことは、まるで同和地区出身っていうのが、もう遺伝的な、遺伝病みたいな扱いになってるわけです。だから、これは、あまりにも判決が非科学的じゃないかと。だから、なんというのか、
この、まあ、たまにね、おかしな人がいるんです。僕に、変な電話かけてきたりする人がいるんですよ。たまに頭おかしい人がいて、その、童話物の汚れた血が入ると嫌だみたいなことを言ってくる人がいるんです。大体よく話してみるとね、そういう人ってなんかあれです。陰謀論系というか、いわゆるスピリチュアル系ですね。占い師だったりとか、そういう人が、そういうことを言ってくるんだけども、これ裁判所が言ってることって結局それと同じことなんですよ。童話地区出身者と結婚したら差別されるってことを言ってるんです。で、それでね、まあ僕はびっくりしたのがですね、例えば、まあ具体的な事例としてはですよ、原告の中にですね、どれだったかな。まあ、とある原告、一審原告213番ですね。誰っていうことを言うと、まあ、いろいろ差し障りあるから、ここは番号で言っておきます。番号で言っとくんだけども、まあ、213M さんですね。この人の配偶者の婚姻前の本籍が茨城県内にあって、で、それが全国部落調査に載ってるから、僕に金払えっていう話になってるんですよ。すごくないですか？ね。で、ちなみにこの213の人は、滋賀県の人です。で、そうですよ。滋賀県の人が、茨城のですよ。茨城の部落の人と結婚したら、差別だって言って僕に対して賠償請求も求められるんですよ。どう思います？もうこれまさに結婚差別の論理じゃないですか。だいたい滋賀県の部落と茨城県の部落で何の関係もないし、で、なんかその、ブラックミンと結婚したらブラックミンだっていう論理ですよね。それで実際そのお金を僕に請求する権利が生じるんでしょ。これってもう身分制度としか考えられないでしょ。で、こんなん認めるんだったらもう、これは憲法14条1項違反してませんかっていうふうに思うわけです。で、この、滋賀県の、まあ、M さんなんだけどもね、僕はこの裁判の前にこの人の噂は聞いてました。噂は、あの人は解放同盟の役員だけども部落出身じゃないぞと、で奥さんがね部落出身だからっていうことで、それでなんか部落民みたいな顔をしてるとか言ってね、滋賀県の解放同盟の人が陰口叩いてましたよ。うん、僕はそのことは聞いてました。だけど、まあ、じゃあ、具体的に、奥さんがどうこうってことを僕知らなかったし、まあ、いちいちそういうことを詮索しようとは僕思ってなかったんだけども、だけど、茨城県っていうところに因縁が感じるんで、僕、すっかりね、滋賀県の人なんだから、じゃあ、滋賀県の、部落外の人でね、この213さんが。で、その人は滋賀県の部落の人と結婚して、解放同盟の役員になったのかなと思ったんだけど、茨城県だったんですよ。で、僕、最近茨城県の部落担保してるでしょ。だから、まあ、とある人がね、なんかこの僕の判決見てたみたいで、このね、茨城県のこの、あの人の奥さんっていうのは、茨城県の、まんまし詳しく言うと差し障りあるけども、まあもう名前も知ってます、名前も。で、どこの部落出身、何市のどこそこの部落の出身っていうことも知ってるし、なんでその結婚したのかっていうのも知ってます。やっぱり解放同盟の運動つながりです。はい。もうピンポイントでも知ってます。だけど、こんなこと調べようとは思ってなかったし、ね、こんなことをいちいち裁判の場でね、出してね、こいつはブラック民でございます。ブラック民でござそうろうなんていうことをね、お奉行様が判断するなんてこと僕思ってなかったわけです。ということで、僕としてはこれは、これはやってることがあまりにもこう時代錯誤っていうか、前近代的でも、これ完全に、これは一線を越えてるんじゃないかなっていうふうに思ってるわけです。だから僕そういう意味でこれは憲法違反だっていうふうにね、言ってるんですよね。です。それでですね、もう一つ、憲法に関して論点があって、やっぱ、まあ、表現の自由、学問の自由ですね。まあ、これに関しては、まあまあ、僕は当初から言ってることです。まあ、あまりここはね、深く説明する必要はないですかね。まあ、あくまでね、部落の場所っていうのを公開するって、これは、学問であったり、まあ、表現の自由の問題なわけだから、まあ、
これに反してるっていうことですね。まあこれに関してはもう散々言ってることなんで、まあここで詳しく説明する必要はないでしょう。で、もう一つ僕は重要な論点だと思っているのが、憲法31条なんです。これ、法律に詳しい人わかると思うんですけども、罪刑法定主義ですね。憲法31条。これはまあ何人もなんだっけな。その、法律による手続きによらなければ、その自由を奪われ、刑罰を科されないとか、なんかそういう内容だったと思うんですけども、よく法治主義について、ドヤ顔でね、法治主義なんだから、法律をちゃんと法律通りに法律を守らないといけないみたいなね、そういうような言い方をするんだけども、実際は逆なんですよね、法治主義って。法治主義っていうのは、法律に定められてないことについて、あれこれ言われない。法律で制限されてないことは全部自由だっていうのが、法治主義なんですよね。法律通りにやるっていうことじゃなくて、法律に定められてないことは何でもできるっていうのが本来の法治主義なんですよ。うん。これは誤解してる人が非常に多いんですね。で、それがまさに罪刑法定主義で、法律でこれをやっちゃいけませんっていうふうに明示されてない場合は、別にやってもいいっていうのが罪刑法定主義なんですね。それで、まあ、あとね、司法と公法っていう言葉があります。司法、私の法律っていうことです。で、公法っていうのは公の法律っていうことですね。まあ、司法っていうのは、まあ、個人個人の、まあ、関係を定めた法律ですね。日本だと、もう民法ですね。代表的なのは民法。民法って言ったら、まあ、親戚関係だの。まあ、あるいは商取引なんかについて定めて、商取引は商法か。あれも一応司法に入るんですね。で、そういう、個人の関係について定めたものを司法って言うんですよね。で、民事訴訟なんかは、これはもう司法上の裁判なんですよね。個人個人の、権利関係の調整をするのが民事訴訟なんです。で、一方で、公法っていうのはですね、公の法律。これは、例えば、行政法ですね。行政法だと、あとは、刑法ですね。刑法も一応公法に含まれますね。一応ね、建前として刑事裁判っていうのはですね、被害者による復讐じゃなくて、被害者になり代わってですね、世の中の秩序を守るために、権力が、被害者になり代わって、制裁を加える、まあ、公の行為ということが一応法律の建前なんで、刑法っていうのはこれ公法なんです。だから刑事裁判っていうのはこれは公法上の裁判になるし、あと行政訴訟なんかはこれはもちろん公法上のことっていうことになりますね。ということはですね、まあ、今回のね、民事訴訟っていうのは、あくまで司法上の話なんです。あくまで解放同盟っていうね、まあ、その私的な団体と、まあ、個人の間のことなんで、民事訴訟なんで、これは、司法上の方になるんだけども、ところがですね、もうこの裁判も最初の頃からですね、解放同盟副委員長ですね、最初からですね、なんだっけ、僕はね、犯罪として罰せられるべきだっていうふうにね、片岡副委員長、あの人がもう、そういうね、陳述を読み上げてたんですよ。もう刑事的な処罰が、刑事罰を科すべきだみたいなことを言ってたんですよ。で、まあでも、この裁判の報道とか見てても皆さん感じてると思うんだけども、これ、僕に賠償させて被害の回復を図るっていうことじゃないですよね、明らかにこれ目的は。全国部落調査っていう、このね、ものを、もう公に闇に葬りたい。で、それを公開した宮部に制裁を加えたいっていうね、意図は見え見えだと思うんですよ。だって報道のされ方もみんなそうじゃないですか。うん。だからこれ、なんか民事訴訟っていうふうに皆さん思ってます。これは、この宮部に制裁を加えて、なおかつこの全国部落調査をね、公開するとこういう罰があるんだぞという、こういう懲罰が加わるんだぞっていうことを、そういう見せしめにやってません？この裁判というのは。そういうものではないですか？で、これ私的なものだったら、やっぱプライバシー権っていうものが適用されるはずなんだけど、結局そのプライバシー権っていう論理が破綻しちゃったんですよね。結局、人格的な利益とかなんかそういうものを持ち出さないといけなくなった。で、なおかつ、じゃあその対象っていうのもね、まあ相当に広がりまくってんで、事実上はもうもう国民全体というか、まああるいはもう外国人も含めてなんか世の中全体みたいな話になっちゃってるんで、これってもう司法上の行為って言えるんですか？で、なおかつですね、日本だとですね、例えばこれ刑事訴訟だと、検察官がね、
まあ、起訴するんですよ。権限を持つんです。まあ、起訴便宜主義というものがありまして、検察官が、裁判を、刑事訴訟っていうのは検察官が提起する権利を独占してるんですね。逆に提起しないっていうこともできるわけです、検察官は。だけど今回の件は、解放同盟がね、検察官のような役割をして、で、この全国部落調査公開したやつ、けしからんって言って、起訴してですね。そして、その、賠償金という名の罰金を払わせるっていうことじゃないですか。うん。事実上はそういうものじゃないですか。だから、脱法的にこれ、広報上の刑事訴訟みたいなことやってないですかっていうのは、この考えなんですよね。うん。で、恐ろしいのは、その、解放同盟が検察官みたいな役割をまさに持つっていうことになってるわけです。まあ、基礎便宜主義っていうものがあるわけだから、まあ、それと類似したものがあって、この民事訴訟っていうのも、誰かがこの裁判を提起しないと起こせないわけですから、もう解放同盟が訴えないと、この裁判っていうのは提起されないわけです。だから、解放同盟がね、部落の地名ばらまいたりしたって、解放同盟はお咎めなしなんですよ。ね。まあ、検察官だったらこんなこと絶対ありえないと思うけども、例えば、その検察が組織ぐるみでね、なんかこう麻薬の取引したりとか、そういう悪行をやって組織ぐるみでそれを隠蔽するっていうことはね、まあ、できなくはないわけですよ。理屈としては。検察に絶対的な、その、起訴の権限があるわけだから。まあ、そういうことは現実的にはないとは思うんだけど、でも解放同盟の場合はね、その部落の地名バン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 解放新聞とかに書いてるし、過去の出版物にも書いてあるわけだから、まあ解放同盟に関しては部落の地名言っていいんだと。ただ他の人間が言ったら、わかるなってことは懲罰を加えるぞっていうことなんで、だから僕、マスメディアにね、この地裁の判決は恐ろしい判決だって言ったのはそういうことなんですよ。解放同盟がこれからは検察官になるわけです。で、一般国民を起訴する権限を持つんです。で、その罰金という名の、賠償金という名の罰金をですが、罰金をですね、なぜか解放同盟に払わされることになるわけです。明らかに解放同盟は実害なんて何にもないのにね。うん、ということです。ということで、まあ、このあたりが、もう完全にこれは、罪刑法定主義っていうのを無視した、その、脱法行為だっていうふうに私は思ってるわけで、これが憲法31条に違反するっていうことです。それで、まあ、これがその憲法の解釈だとか、その、憲法違反っていうあたりですね。それで、次にですね、判決に理由を伏せず、または理由に食い違いがあること。これに関して民事訴訟法312条2項。これで、上告の、理由になるんですよね。で、これがね、この理由を伏せず理由に食い違いっていうのをね、これ何を指すのかっていうのは結構ね、いい加減なところがあるんですよね。じゃあ、私としては、じゃあ何がこの理由の食い違いに該当するかっていうと、循環論法っていうね、まあ論理矛盾ですね。論理矛盾に関してはこれは、食い違いと言えるんじゃないかっていうことなんですね。で、現判決でですね、例えばその、結局その部落の部落差別の具体的な理由、具体的な事例、この全国部落調査と因果関係がある具体的な事例っていうのを出せなかったんですよ。ね。でもなんかそれっぽいものっていうのは出してるんですよ。裁判官がその判決に書いてるんですよ。解放同盟が出した資料から。一つが、例えば、全国部落調査をね、書籍化したやつ、製本したやつを、メルカリで売った高校生がいたんだけども、まあ、その事例を出してるんです。あと、まあ、ご存知の方いると思うんですけども、法務省人権擁護局が、その、識別情報の提示って言ってですね、この、童話地区の地名というものをネットなんかで明らかにすること自体を差別だっていうふうに認定してるんですよ。で、こういうものを事例に出して、未だにインターネットでのね、差別が深刻だっていうようなことを、裁判所は言ってるんだけども、いやいや、ちょっと待ってください。じゃあ話を整理しますよ。この裁判は、全国部落調査が、まあ、要はその、差別を助長するかどうか、差別を誘発するか、そういう蓋然性があるかどうかっていう話をしてるんです。その是非を裁判所は判断しようねっていうことになってるわけです。じゃあ、その理由として、ブラック差別が深刻なんだ。じゃあ、その、まあ、インターネットにおける、全国ブラック調査が関連するような、じゃあ、差別の事例ってなんだっていうと、その、ね、全国ブラック調査を売ってる人がいると。
って全国部落調査みたいなその部落の一覧をネットに載せてる、そういう差別事例があると、うん、全国部落調査は差別なんだ。なんで差別なのか、それは全国部落調査を売ったり、全国部落調査をネットで公開するのは差別なんだっていうことなんだから、これ堂々巡りですよね、循環論法ですよね。その結論自体が理由になってるみたいな状態になってるわけで、まあこんな論理矛盾の最たるところなんで、これもおかしいじゃないかと、これは理由不備になるんじゃないかと、まあ理由の食い違いですよね、ということになるんじゃないか、まあ論理矛盾なわけだから循環論法があると。であと他にですね、なんかね、差別意識が植え付けられ増上させるとか言ってるんですよね。誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報が、そういうものがネットで流布されてるって言うんだけども、まあでも全国部落調査に関してはこれ元々は本当政府の外郭団体の資料なんで、その断面的だとか誤ってるとか興味本位とかそういうことを言うような余地ないんでね、もうこれもうそのままのものですから、その政府外郭団体が作った資料そのままなんで、だから、いや僕そんなこと言ってないですからね。まあ、他の誰かが言ってるっていう話だったら、それは僕には何の関係もないことですから。だからこういうのをわら人形論法って言うんです。ストローマンって言ってね。言ってもないようなことを勝手に持ち出して、ね、僕は言ってもないようなことを持ち出して、なんかその、非難してるみたいな。だからあれですよ。解放同盟の、そのね、同盟員のなんか過去の住所だの、本籍だの、親戚関係だのっていうのも、あれもわら人形論法ですよ、ハッチ氏って。全国部落調査にはそんなこと書いてないんですから。そういう書いてもないことをわざわざ法廷の場に出してきて、これはけしからんって言ってるわけだから、これはわら人形論法ですっていうふうに僕は思うわけです。あと、理由不備というか、その理由がないっていうものですね。判決に、その、一部を抽出しての、掲載も禁止っていう風に書いてあるんだけども、だけど、その理由っていうのも、まあ、最初から最後まで判決文読んだけど、書いてないんですよね。じゃあ都道府県関係でね、その、非公開になった理由っていうのは、なんか前後関係からわかるだとかね、そういうような書き方がされてるし、あとですね、50年の歩み、このチャンネル見てる人は知ってるかもしれないんだけども、まあ、50年の歩みとか、大阪の童話事情と解放運動とか、まあ、あとは他にも研究所があって、まあ、解放同盟だとか、役所が出した、童話地区の一覧が書いてあるような、そういう資料あるんですよ。で、50年の歩み、大阪人権協会のやつ、あれ今でも国立国会図書館で見れるんですよね。で、それについてはですね、高裁はですね、本県地域一覧は全国の各地域をその個性に関わらず一律に童話地区と位置づけ、網羅的かつ一覧的に提示するものであり、限定された地域に関する上記の報告書とも趣旨目的をことにするものであるって言ってるんだけども、あ、じゃあ限定してるんならいいんだっていうことになれば、じゃあ抽出するのはいいんじゃないですか。一部抽出した時点でもう限定された情報になってるんだからいいんじゃないですか。まあ、それがダメって言うんだったら、じゃあ50年の歩みとかもアウトでしょ。50年の歩みってあれ、大阪市内のね、童話地区の場所っていうのをこう地図にポンポンって言ってマッピングしてですね、そういう図が載ってて、で、さらに何々区、何々、何丁目とかいうことまで書いてあるんですよ。何丁目の一部、何丁目とかって書いてあって、中にはその、部落のその、施設の一覧だとか、こういう地図なんかも載せてあるんですよ、資料。それに関しては、それは今回とはまた違うっていうような書き方をしてるんで、まあ結局その、じゃあなんで一部抽出ダメなのっていうことに関しては理由は書いてないんですよね。で、あとですね、その、都道府県単位の出版の禁止っていうあたりね、まあさっきも言ったんだけども、これに関しては解放同盟側もおかしいって言ってるんですよね。で、僕もおかしいと思ってるんです。で、じゃあなんで都道府県単位のね、まあ、その出版禁止になったかっていうと、解放同盟がそういう資料を出してきたからですよ。交渉役場が作った事実実験構成証書。あれには、その、原告の誰それが、何々県の部落になんか住所がある、本籍があるっていうことしか書いてないんです。県単位でしか書いてないんです。だから、
あれを証拠として使う以上、もう都道府間での判断しか出せなかったってことなんです。例えば、市区町村単位だとか、あるいは地名単位で判断しようにも、そういう証拠がないんですから。うん、まあ、これね、判決にはそんなこと書いてないんですよ。うん、あくまでその前後関係から類推されるとかね、なんか唐突にその市町村だとか地名単位は不十分ですだからって言ってる、不十分も何もそもそもそういう判決できる材料ないでしょと裁判所に。で、じゃあもしその市町村だとかその町名単位で、判決を出そうと思ったら、これ差し戻さないといけないんですよ。差し戻すか、あるいは高裁でまた詳細な資料を出してもらってって、すごい面倒なことになるんですね。だからそれは嫌だから裁判官がこうしたんでしょ。で、あともう一つの論点として、じゃあなんで全国じゃないんですか、都道府県単位なんですか。うん、まあ、僕としては全部公開にしてほしいんですよ。だけど、都道府県単位ってするのもおかしいと思うんですよ。そんな、人格的な利益って言ってね。で、しかも、この人ら、解放同盟の関係者は、得たでござるみたいなことを書いておいて、それで、そこまで言うんだったら、じゃあ全国禁止にすりゃいいじゃないですか、全面的にね、出版禁止にすりゃいいんじゃないですか、都道府県なんてね、せこいこと言わないで。だけど、そこに問題があって、全国ってやっちゃうと、公正証書出したことが無駄になっちゃうんですよ。無駄な審理したってことになっちゃうんですよ、裁判所が。そうでしょ？だって、全国のあれ丸々ね、こいつらは得たでござると。得たの皆様が傷つく、お気持ちが傷つくから、この全国部落調査は出していけないんだって、そういう論理にすれば、もう、ね、いちいち、この人がどこそこなんてことを判断しなくていいんじゃないですか。それこそ一人出てきてね。例えば、片岡さんなんか一人出てきて、片岡さんの住所これ、ブラグだから、だから片岡さんがね、お気持ちが嫌だって言ったら、これ全国、非公開でいいじゃないかっていう。別にそれでいいと思うんですよ。裁判所がそんな人格的な利益っていうね、今までなかったようなものを持ち出すんだったら、それでいいんですよ。ただ、それをすると、一審二審のね、公正証書を出させた審理が無駄だったっていうことを裁判所が認めることになるわけです。そうでしょ？で、あと、裁判所は、もうこれチャット GPT に食わせたら、これ部落出身っていうふうに言い換えられるんだから、完全にこれ身分を認めてるんですよ、部落出身って。ね。もう、得たみたいな身分っていうのを裁判所は完全に認めちゃってるわけですよ、これは、この判決は。で、それでもなんかこれは個人的なね、個人的な人格的、その人格的な、個人の人格に結びつくような権利なんだっていうふうに言い訳をするために、この都道府県単位っていうのをわざわざ出してるんです。もし、全国一律ってやったら、まあ文字通りこれ本当にね、身分を認定したっていうことが露骨になるから、僕は裁判所が、言い逃れをするために都道府県単位だっていうふうに書いてるっていうふうに僕は思うんですよね。というか、それ以外ないでしょ、これは。明らかに裁判所は嘘ついてると。だから、僕としては、これは本当のことを言ってないから、言えと本当のことを裁判所は。で、それが理由不備ですよっていうふうに僕は言ってるんです。というふうに書いてるんですね。まあ他にも矛盾はありますよ。公開の度合いっていうのがね、前後で矛盾してるのは。例えばこれ、解放同盟の関係人物一覧っていうのがね、これも裁判で問題になったんだけど、まあこれはプライバシーだっていうことでね、これも載せるなってことになってるんだけども、まあそれが理屈は、まあ、ほとんどあれね、電話帳から取られてるんですよ。だけど、電話帳も必ずしもそのね、みんなが見れるものじゃないみたいなことをね、裁判所は言ってるんだけど、だけど、その、本人のね、本籍地だの親戚関係ってもっとわかんない話じゃないですか。ね。それが、その、解放同盟関係人物一覧に関しては、これ電話帳で調べたっていうことはわかるんだけど、電話帳は必ずしもね、公のものじゃないみたいな、そういう理屈が通るんだったら、じゃあ、個人の本籍地だの住所だの、そういうもの、もっと公のものじゃないじゃないですか。ね、もっと分かりにくいものでしょ？
なんでこれが、その、なんでこの基準が前後してるんですかっていう話なんですよね。で、あるいはその裁判所が言ってるのは、林保館の場所からね、だいたい部落の場所がわかる。まあ、これもっとピンポイントにわかるんですよ、林保館の方が。全国部落調査よりもっと。林保館のある場所は必ずしも部落じゃないとか言って、鳥取県なんかへりくつこねてるけども、じゃあ鳥取県の林保館の一覧出したらね、チェセチェセ言ってるからね。だから、その、それに関して、じゃあ、林保館っていうのは地元の人しかね、知らないとかね、童話対策だっていうこともね、そんな広くは知られてないからって裁判所が言ってるんだけども、一方ですよ。一方、この、原告の、本籍だの親戚関係に関しては、戸籍謄本等によってね、ですね、手がかりに過去の、親族の本籍や住所を探索することも不可能ではないっていうことを書いてるんですよ。不可能ではないって書いてるんですよね。うん。まあ、不可能ではないって言っても、まあ、その、いや、片やその公開されてるかどうかみたいな判断をしてる、こっちは不可能ではないってね、えらいハードルがまた変わってるっていうのもそうだし、で、この部分も、この判決のその部分も、僕チャット GPT に食わしてみたんですよ。ね。そしたらですね、チャット GPT が大変鋭い指摘をして、その、親戚なんかの本籍や住所を探索することは不可能でない理由として、裁判所が一つ事例を出してるんですね。令和3年8月、宇都宮市の行政書士が身辺調査を受任した探偵の依頼により、該当者の戸籍謄本を取得し、これを探偵に渡したことから戸籍法違反の容疑で逮捕され、略式命令を受けた。っていうふうに書いてあるんですよね。で、この部分をチャット GPT が鋭い突っ込みをして、いや、それはむしろ、調べることが不可能だっていうことを証明してないですかって裁判所が。うん、だって、これ調べた、ね、行政書士これ戸籍法違反で捕まってるんですよね。捕まってますね。逮捕されてるよ。捕まって、刑事処分を受けてるわけですよね。ということはですよ。やったら犯罪に問われるわけでしょ。やったら犯罪に問われるようなことを可能っていうふうに言っていいんですかね。だったら、じゃあ、そのね、解放同盟のね、港区にある、事務所に、不法侵入してですね、中からこの解放同盟員のこの名簿なんかをこうやってね、盗み出してみることもできるから、不可能ではないっていうふうにね、言うのと同じじゃないですか。ね、犯罪やれば取れるから、可能だって言ってるんですよ、裁判所が。いや、それこそ法治主義に反してません？犯罪やれば、できるから不可能ではないっていうことを裁判所が言っていいんですかね？ということで、僕このあたりも、おかしいっていうふうに書いてるんですね、これ。これ理由として成立してないんじゃないかと。ということです。で、あともう一つですね、50年の歩みの話もう一回するんだけども、50年の歩みとか、あとは童話地区精密調査報告書だとか、あとはね、あと出したのが、鳥取市の研修資料なんかも、あれもバッチリ林保館の一覧に童話地区名とかね、世帯数まで書いてあるんですよ。そういう資料があって。で、そういうのも裁判所に出して、で、これについてね、僕、この部分が、この一番の核心だと思ってるんですよ。なんでそういうものがね、図書館に堂々と置いてあってね、見れるようになってるのに、なんで全国部落調査はダメなんですかっていう話なんですよ。その核心部分はね、解放同盟関係者に僕はそのことは言ってるんですよ。じゃあなんで解放新聞にブラック名書いてるのはいいんだと、人権協会のなんで50年の歩みはいいんだよっていう、何丁目まで書いてあるやつなんであれはいいんだっていう 話をすると、あんたとは話ができないって言って結局ね、答えられないんですよ。このことをね言うとね。で、じゃあさすがにね、高裁の裁判官ならこの部分について説明するのかなと思ったら、で、なんか唐突にね、昭和50年頃に販売されていることが確認された本件地域情報が記載された部落地名総館は平成元年7月頃までに回収されて焼却処分されていることなどに照らすと、今日これらの存在は一般に広く知られるのは認めがたいって言って、まあそういうふうに書いてあるんだけども、いや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 、ちょっと待って、と。ね。
ちょっと待てと。その、いや、50年の歩みとかの話をしてるんでしょ。なんでここで唐突に部落寺瞑想館の話が出てくるんですかっていうふうに思ったんで、で、これをまあ、僕の読み方が悪いのかなと思って、チャット GPT に、かけてみたら、いや、なんか、唐突にこの部落寺瞑想館の省略の話が出てくるので、よくわからない文章ですみたいな感じで、チャット GPT にさえ指摘されるんですよ。これおかしいぞって言って。うん、だって、50年の歩みとかの話をしてるのに、なんで部落寺瞑想館の省略の話が出てくるんですかっていう。ね。うん。全国部落調査に関しては、これ、別に省略もされてないし、あと50年の歩みとかに関しては全く関係のない話なんで、なんで唐突にこの話が出てくるんですかっていうことで、これもそもそも文章として成立してないんじゃないですかっていうことで、まあこのあたりも理由不備ということで私指摘するんです。本当にね、50年の歩み、大阪市内の部落一覧が書いた、あれがなんで許されるんだ、あれがなんで見れるんだっていうことに関しては何にも説明してないんですよ。完全にスルーして逃げてるんですね。ということで、まあ、それで、憲法違反や理由不備があるっていうことを私は、指摘したわけです。あとですね、まあ、上告受理申し立ての方には、これは法令上の重要な事項っていうのをね、書くことがあるんですね。法律の解釈に関わる重要な事項っていうのを書いてるんだけども、まあ、さっきのね、藁人形論法なんかもそうなんだけども、まあ、ここでですね、あれです。解放同盟がね、まあ、毎日新聞なんか出てましたよね。この判決を活用していくと。差別されない権利を認めた判断は、ヘイトスピーチをはじめとする様々な差別行為に対抗する手段として利用可能っていうふうに言ってるんですよね。で、このことを僕は上告申し立て理由書に書いたんです。まあ、その意図するところっていうのは、これ今回限りじゃ済まないですよっていうことなんです。このことについて、裁判所がね、いや、今回限りだって言い逃れしても、それは通らないですよってことなんです。いや、なんか最近ですね、僕は関係した裁判の判例がどうもね、裁判所のサイトがどんどん消えてるらしいんですよね。住所でポンだとか、あるいは、滋賀県の全国、部落の地名に関する裁判だとか、そういうのの判例がですね、あれ、判例地方自治とかね、TKC 判例だとかね、あと機関、情報公開、個人情報保護とか、なんかそういうね、結構有名な判例集に僕の裁判のね、判決載ってるんですよ。で、解説も入ってるんですよ。で、それで、裁判所の、最高裁判所のね、ウェブサイトに僕載ってたんですよ。滋賀の部落のやつはね。確か住所でポンのやつも載ってましたね。で、今回のやつね、確かどうもまだ載ってないっぽいです。この高裁の判決は。まあ、多少遅れがあるから、もしかしたらただ遅れてるだけなのかなっていう考えもあるんだけども、でもさすがにね、もう1ヶ月ぐらいしたら載ってないとおかしいんで、ね、裁判所ね、今回限りで終わらせようとしません、これ。今回のことを今回限りで終わらせようとしませんかってことなんです。でもそんなこと通るわけないでしょ、解放同盟が。解放同盟がどういう団体かっていうのを知ってれば、そんなんで通るわけないんですよ。解放同盟が各地でね、部落解放研究集会とか言ってやってるけど、あれ本当に研究してますからね。役所にイチャモンつけたり、企業にたかって吊るし上げる研究をしてるんですから。で、そういう場面で、ここではこういう行政事例があった。だからあそこでもやろうとかね。こういう裁判のこういう事例があった。だから、この判決を活用しようみたいなことをやってるし、で、解放同盟が判例集出してるんですよね。なんで、これ今回限りじゃ絶対終わんないです。もうその、下手したらもう部落関係じゃなくて、他の裁判なんかでもこの人格権ってガンガン持ち出されるでしょうね。解放同盟が関係してるもので。じゃあその時に、どうするかっていうことですね。いや、あの件は宮部という気違いが、弁護士もつれずに起こした本人訴訟でやったんで、あれはなかったことになんて絶対通んないですからね。絶対通らないですから、まあ別にね、解放同盟の方々、十分活用したらいいんじゃないですか。あと、全国連ですね。やってもいいんだ。なんか、ね、胸の使いを取っ払い、思いを解き放つとか言って僕に言ってね、さらに村に来たらどうしてやろうかみたいなことを機関紙に書いてある全国連、元中核派の全国連、一番先鋭的なね、暴力的な団体である全国連。
あの団体もこの判決をよく見てるんですよ。で、あの、部落解放を愛する会で、茨城の。あれも見てるし。で、そういう団体っていうのは確実に活用するでしょうね。はい。で、ただ一方でね、まあ、人権連とかはやらないでしょうね。あとは、あの、同和会も多分やらないと思うかな。人権連なんか、ま、アンチ解放同盟だったし、同和会はあそこは、実利を求めるんで、あんまり法的措置とかそういうことってあんまりやらないですよね、あそこは。で、僕はね、ちょっと本当、判決、もう決心した後に詳細が分かったんで、これ、高裁の時に出せなかったんだけども、二つね、ちょっとおかしなことがあるっていうことを僕、具体的な事例として今回出したんですね。一つが、あれです。皆さん知ってますかね？あれです。この学校の同和地区出身者は何人だっていう件です。長谷川さなえの。解放同盟の新潟県連が荒川高校をね、糾弾してる件ですね。僕、この件に関してね、まあ、このチャンネルでやってるんで、このチャンネル検索したら出てくるんだけども、それがですね、まあ、本当に今年になっても糾弾してるんですね。で、これね、関係者ね、二人、この裁判の原告二人、あの件に関与してますよ。うん。いや、というかもう、あれですね、そうですね、原告番号で言えば何番だろう。原告番号、ちょっと待って、原告番号書いてあったじゃない。あ、一審原告35ですね。一審原告35が関係してますね。で、あと、あ、原告36も関係してますね。これは、解放同盟の委員長と、新潟県の解放同盟の委員長と副委員長ですね。この人が、僕の裁判の原告なんですよ。その人がまさに関わってる話で、その、学校を吊るし上げしてるんです。だから、これ、解放同盟は、その、ね、もちろん、部落の場所を把握してるし、さらにはね、高校に対して、部落の生徒を教えろっていうね、ことをね、言ってるんですよ。で、まあ、実際に自殺した生徒が、その部落出身というか、まあ、親族が部落出身だっていうことまでね、まあ、把握してるわけです。だから、差別だ、で、糾弾されろっていうことなんです、今回の件が。で、これが、やっぱり恐ろしいのはですね、だからまさに基礎便利主義なんですよ。解放同盟だったら別にね、こんな、その学校からその部落の生徒の情報を聞き出すなんて、こんなんもう人格権侵害、プライバシー侵害もド直球なんだけども、だけども、まあ解放同盟がね、この裁判を提示する権限があるんで、解放同盟がいいって言ったらいいんですよ。うん。で、なおかつその、これ自殺した生徒、その人自身が、部落出身者というわけじゃないですからね。あくまで親がっていう話だし、その、名字が部落生とか言って解放同盟の人間が言ってるけども、その、これなんかね、まさにこの判決がそれをね、補強することになるわけですよ、その正当性を。まあ、親戚、親族だから、その、部落民だ、なんだと。この生徒は。住んでるところは部落じゃないけども、その、親の出身地が部落なんだから部落民だっていうのを、まあ、だからある意味ね、この、解放同盟のこの糾弾を、原判決が補強することになるわけですね。あと、愛する会ですね。部落解放を愛する会が、人権教育啓発センターを、糾弾した件についても、書いてます。で、こういうね、むちゃくちゃなことに関しても、じゃあその、人格的な利益っていうすごい曖昧なものを持ち出されて、それで金払えっていう風になったら、じゃあそれ正しいことだっていうことになっちゃうわけです。正しいか正しくないかって、判断できなくなっちゃうわけですよ。で、ただでさえ、ね、童話だと、警察もなかなか介入してくれないし、で、まあ、民事上もね、こう、まあ、正しいと判断されうるようなことだったら、これ弁護士もどうにもできないですよ、これ。うん。で、だから、その、まあ、J 判決みたいなのが維持されるんだったら、これもう童話団体も本当ますますやり放題になるし、まあ、役所なんかもう毅然と対処するの、これ無理でしょってことになるわけです。人格的な利益って言われちゃったら、ね、ということなんです。で、まあ、あと、ま、重要なこととしては、まあ、本当にね、差別の事例って一つもないんですよね、本当に。全くないわけです。で、あ、そうそう。じゃあ、もう最後になるんですけども、この法律の解釈に関する重要な事項っていうので一番重要なのが、公証人法ですね。公証人法第22条3号。公証人
っていうの、まあ、皆さんね、なかなか交渉にって関わったことはないけど、まあ、交渉役場があってね、そこでいろいろ書面作ってもらうんだけども、まあ、その、今回ね、交渉人が、まあ、僕に言わせれば、この人らは確かに、下手でございますっていう文書を作ったんですよ。その認別状みたいなものがね。で、それを基礎にして、判決が出されてるわけです。で、この、公正証書を作った交渉人っていうのが、一人は元法務省の、法務省の大臣官房の参事官で、商務担当。まあ、その、法務省の中で訴訟業務なんかを、担当する人で、一番トップの人ですね。それが一人。まあ、そういう経歴があるっていうことですね。まあ、交渉人はそういう、その、仕事とね、両立できないから、あくまでその経歴なんだけども。で、それで、もう一人の人が、実は、萩原さんだったかな、交渉人が、その過去の経歴が、法務省人権擁護局長なんですよ。で、それで、でですよ、交渉人法22条にですね、こういうことが書いてあるんですね。交渉人法ってこれね、漢文書き下したいって、もう昔の文章で書いてあるんで、ちょっと分かりにくいんだけども、交渉人法22条。交渉人は、左の場合において、その職務を行うことを得ず。どういう意味かっていうと、まあ、その、これからね、ここで列挙されてる場合に、交渉人は仕事をしちゃダメですよってことがあるんです。で、2号に、嘱託人またはその代理人の法定代理人、違うわ。3号ですね。3号。嘱託せられたる事項について、利害の関係を有するときっていうことになるわけです。じゃあ、利害の関係。まあ、ちょっと皆さん考えてくださいね。僕はですよ。僕は、法務省人権擁護局から圧力かけられて、ネットの回線止められかけてるんですからね。で、もう裁判の判決自体で触れられてるけども、僕は法務省の人権擁護局から、まあ、正確には東京法務局を通してなんだけども、その、部落の地名載せるなっていうようなね、そういう切除を受けてるんですよ、僕は。で、さらに裁判の中でも、その人権擁護局の資料だとか、あとは、ま、人権擁護局が部落の地名載せるのは差別だっていうふうに言ってるっていうことを、つら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 ね、載せてるんですよね。で、この、ね、証拠として出された事実実権公正証書を書いたのは、元法務省人権擁護局長なわけです。どう思います？これ利害関係ないと思いますか？これが利害関係ないって言うんだったら、じゃあどういう事例が利害関係あるっていうことになるんですかっていうことなわけです。はい。で、昔のね、昔っていうかそんな昔でもないんだけども、婚外子差別訴訟、2013年かな。当時ね、最高裁のね、元長官でね、寺田逸郎っていうね、人がいるんですね。で、今もう辞めたんだけども、その寺田逸郎っていう、まあ、後の最高裁の、長官、今もう辞めたんだけども、その人が最高裁の裁判官だった2013年にですね、婚外子相続差別訴訟っていう、そういう事件があったんですね。大法廷で判決が出されているんですね。で、これは、その婚外子、その、非着出児ですね、結婚してない、まあ、内縁関係の男女間に生まれた婚外子に関する、相続財産の取り分に関しての判決ですね。まあ、相続だとか戸籍に関する判決ですね。で、これ大法廷でやったんで、当然最高裁の裁判官全員参加するんです。で、その時に寺田逸郎が最高裁の裁判官だったんだけども、この判決に寺田逸郎は加わってないんですよ。審理から外れてるんですよ、寺田逸郎は。なんでかっていうと、寺田逸郎さんは、法務省の、民事局長の経歴があったからなんですよ。ね。元法務省民事局長だったからです。法務省民事局っていうのは、こういう戸籍だとかね、
あとは、相続なんかを、そういう関係を所管する部署だったんですよね。だから自分は利害関係あるからっていうことで抜けたわけですよ。ということです。まあ、このあたりからちょっと、連想してみてくださいっていうことです。その、戸籍らの相続に関する、裁判から元、法務省民事局長の人は、自分は利害関係者だからっていうことで、判決から抜けましたと。かたや今回の場合は、この部落だの人権だの童話だの、そういう裁判に関して、元法務省人権擁護局長の人がですね、裁判の判決と同じぐらいの効果がある、交渉人による、公正証書を出していると。果たしてこれは公正なことと言えますか？っていうか、まあ、ぶっちゃけ言うと本当これ、法務省ぐるみ、法務省と裁判官がもう、法務省と裁判所がね、なんかもう、こう、ダッグを組んでね、僕を追い詰めようっていう裁判だと思ってるんですよ。だって法務省関係者は二人も加わってるわけですよ。交渉人を書く、公正証書を書くっていう形でね。うん。だからもう本当どうにもならないようなことになってるんじゃないかなと。まあ、本当におかしなことだなっていうふうに思います。だから、まあ、これが、まあ、大体ね、この裁判の論点なんですね。まあ、とにかく、最後の公正証書については、まあ、とにかくこれは、公証人法に違反しているものだから、証拠として採用しちゃいかんと。ね。あるいはもう、最初からもう審理差し戻して作り直せっていう話になるわけです、最低限。ということで、まあ、それに関してどういうふうに裁判所が判断するかっていうことが、まあ、今回の論点になります。まあ、今回概要なんで、まあ、一応細かいことは省いたんですけども。まあ、でも今回の件、この、なんだっけ、差別されない権利。まあ、裁判所の言葉では、人格的な利益なんだけども、まあ、新しい法律を作ったようなもんなんですよ。で、新しい法律を作るっていうことはですね、まあ本来ただ国会でやることなんですよ。その国会でね、ちゃんと国民のね、信託を受けた人がですね、その自分が責任を持ってですね、ちゃんと熟慮して、まあ実際熟慮してるかどうかわかんないけども、ちゃんとこの利害を調整してですね、作らないといけないんですよ。法律を作るっていうのはそれほど重いことなんです。それをね、裁判官がやっちゃダメでしょ。だって裁判官は別に国民のね、国民から直接そのね、投票によって選ばれてるわけでもないしね、そういうなんか利害関係の調整とか、じゃあ以降のことについて責任持たないでしょ、裁判官は。そういう人がこの法律作るようなことをやっていいんですかっていうことなんですよ。うん。明らかに僕はこれは裁判所の権限を外れてるんじゃないかと思いますね。で、ブラック差別解消推進法については、結果的にあの法律の中に、ブラックの地名書いちゃいかんっていうことをね、入れ込むことできなかったんですよ。本当に国会でも怯えながら、いろんな人がなんかもうビクビク怯えながら書いてますよね。日頃はなんか偉そうなことを言ってるね、保守系の議員もね、もうすんごいビビってなんか審理から外れたりしてましたからね。確か青山さんだったかな、なんか途中でなんか外れてましたね。うん。平沢勝也さんなんかも偉いなんかこうビクビクしてましたね。偉いテンパってましたね。なんで、できなかったんですよ、結局国会が。それをなんか国会に成り代わって裁判所がやろうとしてるんだけども、言っとくけど裁判所ってそういうことできないから。できないから。いや、というか、いや、まあやるって無理やりやるのは勝手だけど、利害関係の調整とかそういうもんできないから裁判所は。それで立法権を行使するようなことを裁判所がやれば、それはまあろくでもないことになるわけで、だからそれを踏まえて僕はちゃんと慎重に検討してくださいっていうふうに最高裁には思います。まあ明日出すんでね、まあご意見ある方はねぜひな下の概要欄でねツイッターを見れますし、私にね DM とかくれたらありがたいなと思います。まあまだあと1日あるんで、まあもうちょっといろいろ書き直して、まああとはいろいろね。添付書類なんかも入れて、それで最高裁に、最高裁に送ることになるの。これ、一応理由書って言ったら確か高裁に出すのかな。うん、ということで、書類を、裁判所に出すということになりますので。ということで、今の、全国ブラック調査の裁判、どういうふうになってるのかっていうことも解説でした。